今日の相場ユーロ円です。ユーロ円ですけども、日足の上のトレンドラインの延長線上に今現在当たってきているところですね。ここを超えてくるかどうかというところです。まあ、だいぶレンジ幅も小さくなってきてますので、どちらかには放たれてくると思います。ドル円とかポンド円は上に放たれてますので、まあ、ユーロ円も上の方が可能性としては強いのではないかなと現在は見ています。しっかり超えてきたら買いで考えていきたい相場かなと。大きな目標としてはこの安値からの HSI を現在見ていまして、R8 がある141円あたりですね。この辺までは上昇があるのではないかなと見ています。今日はあれですね、ユーロの政策金利の発表と、議長の発言ですね。で、そちらがありますので、それでどちらかには大きく動いてくる可能性があると見ています。次にポンド円なんですけども、ポンド円は、先ほども言いました通り上の方に抜けてきています。この白線の上下のレンジで見ていたんですけども、まあ、こうやってきてからも現在顕著な動きをしています。直近の重要な安値から HSI を引いてみていますが、R6 が156円の中盤あたりになって、でさらに大きな HSI の R7 が156円の後半、まあ、ほぼ157円あたりにありますので、その辺がレジスタンスとしては一旦強く働く可能性があると見ています。ただまあ日足の長いレンジを上に超えてきていますので、そのままずっと上昇していく可能性もあるかもしれませんので、まあそれはどういうスタンスで取っていくかですね。まあ、大きく、長いレンジを抜けてきましたので大きく上昇する可能性ありますから、しばらくスイングで持っていってもいいかもしれないですし、短期だったらもうその辺到達したところでは一旦決済しておいてもいいかもというところです。あとちょっと気になるラインっていうのが、チャンネルラインですけども、こういうラインですね。これがまあまあ綺麗に今上のラインあたりに当たってきてますので、多少上に抜けるっていうことはまあ当然あり得るんですけども、まあ、このあたりはレジスタンスとしては一旦強くなるかもしれません。もしかしたら強く上に放たれてくるかもしれませんが、まあ、それはちょっとどうなるかですね。ある程度トレンドも続いていますので、一旦下に下落調整があってから上昇っていう可能性もあるかなと見ています。ドル円も見ておきたいと思います。ドル円はもうはっきりと上に超えてきていますので、上昇で見ていっていいかなと思います。直近の安値から引いている HSI の R5 が現在は目標と見ていて、これが100円の中盤あたりですね。まだ上昇の余地はあるのかなと見ているところなんですけども、ちょっと気になるのはこちらもトレンドがある程度、続いていることと、あとこの辺の動きもちょっと気になるところです。チャンネルラインの上のラインあたりですね、ちょっと超えてきたところなんですけども、まあ、このぐらい超えて下に下がるっていう可能性も、まあ、ある動きですので、一旦下落調整があるかもしれません。まあ、いずれにせよ、大きなトレンドラインは上に超えてきていますので、強くアップトレンドになっていく相場になっていくのではと現状は見ています。大きな目標としては110円あたり、その辺を目標に見ています。下がってもこの上からのトレンドライン上、98円の中盤、下がって98円前半ぐらいがサポートとしては強いのではないかなと、現在は見ています。明日は雇用統計もありますので、その辺でまた動きがあるかもしれませんので、注意はしておきたいかなという相場です。以上、今日の相場です。